秋元小杉は、日本のファッションモデル。大相撲第58代横綱、千代の藤光の次女。夫は、俳優の松田翔太、義兄は、俳優の松田龍平。義父は、俳優の松田優作、義母は、女優の松田美幸。東海大学附属浦安高等学校、東海大学卒業。横綱、千代の藤の次女として、東京、墨田区に生まれる。 姉、優、兄、強し、妹、愛がいて4人兄弟だが、1989年に、妹は、SIDS のためわずか4ヶ月で他界した。小杖の誕生当時、父はすでに21回の優勝を数える、大横綱であったが、両親の教育方針で甘やかされた経験は、ほとんどなく、普通と変わらない家庭で育ったといい、大学生時代には、ラフォーレ原宿での、 ミルクボーイのショップスタッフでのアルバイトも経験している。また、家に有名人が来てもほとんど各界関係者のため知らなかったという。友人の紹介でヘアサロンのカットモデルを経験してモデル業に興味を持った。本格的な芸能活動を目指して2009年にレプロエンタテインメントに所属。同年6月に都内で行われたテレビドラマ ザヒルズの地上波放送記念ファッションショーに出席し、デビューした。2011年から始まった MTV ジャパンの番組、渋原ガールズでテレビドラマ初出演。同年6月には MTV の主催による音楽イベント、MTV ビデオミュージックエイドジャパンにて、渋原ガールズの共演者すなわち、ソニー、石川マリー、宮城シオンと共に進行役を務めた。 同年の暮れに、ジェリーの姉妹子にあたる、ジーナが創刊すると、エリー・ローズ、大谷夏美シャウラ、高橋舞子、星綾やほか4名のモデルらと共に、その創刊号に登場した。東京ガールズコレクション、東京ランウェイほか多数の大型ファッションショーに出演。2015年に、オリンピア・ LE タンの小出演で、パリコレデビューをしている。ありがとうございます。